餅、餅、餅、えも餅、ライスケーク、餅、餅とは、餅米を加工して作る食品。丁寧な、または上品な表現として、お餅、お餅とも。粒状の米を蒸して、木根でついた、月餅と、穀物の粉に湯を加えて練り、蒸し上げた練り餅の2種類に大別される。日本で餅といえば、一般に月餅を刺し、練り餅は、 団子という別の区分とされることも多い。稲科の植物の果実である、栄荷は小粒で、一つ一つがもみに包まれ、さらに加熱加工しにくい火火が包み、これらの除去を大量に行う必要があるため食用と、するには、技術と手間がかかる。これは穀物を絹などで叩く、突き、突くということで除くことができる。このような加工の初期段階では、 米においてもおそらく他の稲香の穀類と同様に粉状にし、水と共に練ってそのまま食したと考えられる。やがて米の煮炊きが始まり、さらに米は小麦や大麦などよりも吸水性が良いことから流食が発達することになるが、原始の形の米の食法は新鮮として残り、日本ではこれをしとぎといった。日本語の餅の語源について、古語の餅比。 もちいひ、もちもちはんから、または、もちづきの形状から、など諸説ある。中華文明圏において、もち、ピンは、主に小麦粉から作る麺などの粉料理、全般を指し、焼きも餅、湯ち、うどん、ワンタン、餃子の原型、蒸し餅、シューマイ、まんじゅうの原型、油餅などに分類され、小麦以外の冷え、あわ、米などの粉から作るものは、餌。 あると呼んで区別があった。餌を蒸した、顔、小さいものを、円、言わん、他の食材を包んだ、段、とわん、日本で知られる飯粒をついた、いわゆる餅は、通と呼んだという。日本ではこの、に相当するものが、他の食材と合わせて、多様な、餅に発展した。朝鮮でも、特区といい、東、アジア圏では、現在も、セチエアンに 祝賀行事など特別な節目に供されることが多い。日本が統治していた歴史がある台湾では、日本語の餅を音訳し、台湾語でモアチーと呼び、それに、などの漢字を当てる。八花や一部の菓子店につき餅の伝統を残しているが、それ以外の人は練り餅が主流で、どちらもと呼ぶ。近年、台湾風のを中国大陸の方でも売るようになってきている。 日本ではもち米を用いて作る餅が一般的である。製法は、まずもち米を研いでから十分に水に浸しておいた後に、水気を切り、蒸し布で包んで、清露等でふかす。次に、蒸したもち米を大きねと薄で、米粒の形がなくなるまでつき、牡蠣の主な餅の種類に記載される形状に成形する。最後に、それらを味付けしたり、あんやきな粉をつけて食べる。 中国の関東省、福建省、厚生省などや台湾に住む、客家や湖南省西部の漢族や貴州省、ラオスなどのミャオ族、モン族などには、稚ネとウスで作る月餅がまだ残っている。餅つきは中国語で、ダーツーバーと称し、親戚や近所の人が集まって行う行事となっている。この他に、蒸した餅米を使うものとして、 中国にはもち米を底の浅い器に敷き込みを仕固め、半分潰したようにするものもあり、ヌオーミーガをヌオーミーツーなどと呼んでいる。加工法としてはボタ餅、おはぎ、半殺しに近い。いずれも、餅という字を用いないのは、餅は、主に小麦粉を使って、円盤状に加工した食品を指すたである。日本では、 家庭用の餅つき器が販売されており、羽で叩きながら練る構造のものが多いが、練り餅よりも月餅として認識されることが多い。大規模な工場の餅つき器では、根と薄を備えた構造のものもある。古来から日本では、稲作信仰というものがあり、特に平安時代から朝廷に推奨され顕著になった。これが現在でも受け継がれ、正月などの晴れの日の行事には欠かせない。 縁起物の食材となってい。このため、米などの稲系のもので作った餅が簡便で、作りやすく加工しやすいことと、相まって多様な月餅の食文化を形成している。考古学の分野では、真壁義子が古墳時代後半、6世紀頃の土器の状況から、この頃に蒸し器の製作が社会的に普及したと判断し、日常的に蒸す調理による食品の種類が増し、 米を蒸すことも多くなり、特に餅を作ることも多くなったと考えている。ただし、蒸し器の普及には、地域差が見られ、サハラ新の、食の考古学、1996年によれば、6世紀時点の西日本では、河原家の状況から蒸す調理より、二焚き中心で、蒸す食物、餅も含むは、晴れの時に用いられたとし、むしろ、東日本の方が蒸す。 調理用土器が普及していたとしている。日本における餅に関する記述として、文語国風土器、八世紀前半には次のような内容の話が語られている。婦者が余った米で餅を作り、その餅を弓矢の的として用いて、米を粗末に扱った。敵となった餅は白鳥、白色の鳥全般の糸なり、飛び去り、その後、婦者の田畑は荒廃し、家は没落したとされる。 この記述は、白鳥信仰と稲作信仰の密接なつながりを示す証拠として語られ続けている。また、この記述自体が古来から日本で白鳥を穀物の精霊として見る信仰があったことを物語っている。大鏡、十一世紀末成立では、第五天皇、九世紀末から十世紀初めの巫女が誕生してから五十日目のお祝いとして、 50日、イカのお祝いの餅を出されたことが記述されている。また、孫の金なりに、目の、ない、おいた、金末の嬢においても、誕生50日の祝いに、赤子、金なりの口に餅を含ませたとあり、天皇家や貴族の間では、生後50日目、2ヶ月しないうちに、餅の味を覚えさせたことが記録されている。東明の研究4年。 1193年5月16日上に三色餅の記述がある。それによれば、黒、赤、白の三色の餅とあり、12世紀末の時点で白色以外の色餅が作られていたことがわかる。左に黒色餅、中に赤色餅、右に白色餅を置き、それぞれ食され、最後に重ねられ、上段に黒色餅、中段に赤色餅、 下段に白色餅とあり、それを山の神に供したとある。形状についての記述はないが、長さ八寸二十四センチ、広さ三寸九センチ、厚さ一寸三センチとある。鏡餅や菱餅と同様に餅を重ねるという行いは、鎌倉時代、中世初期より確認できる。民族学的見地からは、東国では、正月行事の中で餅を寄付して食べず、 里芋や山芋を食べる習俗の方が重要な意味を持って分布しており、この東西の際は西が水田稲作に対し東が焼き畑による生産権であり、それと結びついた行事のためと捉えられている。したがって近畿圏と比べれば餅が東北各地の正月行事で用いられ、普及するのは後になる。これは晴れの食物としての餅が 全国一様に普及するまでには、生産権の際から地域差があったことを示す。また、普及した後も、餅の四角い東と丸い西、宮本常一著作集13の考察にあるように、東西日本では、餅の文化は異なる歴史を歩んできた。現在日本で市販されている餅には、原材料に餅米をそのまま使ったものと、餅米粉を使ったものとがある。前者と後者では、 販売価格が大きく異なり、前者が高い。食味、歯ごたえを左右する腰の強さ、焼いた、際の膨れ具合、煮た場合の溶け具合、伸ばした時の伸び具合や粘り具合等についても前者が、勝るとされる。廉価な、月餅には、もち米粉に、じゃがいも等のデンプンを加えたものさえある。また、マッチ箱程度の大きさの月餅1個で、飯茶碗1杯分のカロリーがあることや、 ご放送され保存が効く、袋詰め商品であること、簡単に入手できることなどから、災害時の非常食としても重宝されている。餅米をついた後に、保存するための形成方法は地方によって異なる。ついた後の餅を板状にした、のし餅を切り分けた、切り餅、または、角餅が、主流の地方と、ついた餅を円盤状に丸めた、丸餅が主流である地方がある。 月餅を作ることを餅つきと言い、餅米を蒸し薄の中に置きき根で繰り返し叩く。多くは、正月、節句、祝い事などでつく。また、餅つきは、ある程度の人数分をまとめてでないと行いづらく、大人数が集まって作ることが多く、年中行事、祭り、神事などの場で行われることになっていることも多い。餅は、神道や仏教の供物としても用いる。 鏡餅、騎士餅など近年、餅を機械化された工場で、餅つき器を用いて製造する業者が増え、一年を通して、スーパーなどの棚に餅が並ぶようになっており、また家庭用の餅つき器も普及しつつあり、餅を日常的に食す人も増えた。つきたての熱い状態の餅は、不定型で粘り気があり、他のものにつきやすい食べ物である。常温になると固まるので、 円盤状や球状にしたり、板状にして保存する。保存形状により丸餅、のし餅、切り餅などと呼び分けられる。出来たてのものは、きな粉をまぶしたり、醤油などの漬け汁に入れてくっつかないようにして食べる。味付けの仕方により、きな粉餅、醤油餅などと呼び分けられる。また、様々な材料を混ぜ込むものもあり、よもぎ餅、豆餅、エビ餅などと呼び分けられる。 保存したものは、焼いたり、煮たり、揚げたりし、再び加熱してから食べる。加熱方法により、焼き餅、揚げ餅などと呼び分けられる。一般に、年末の12月29日は、句を、月、月音韻から九日餅、くんち餅と呼び、年の暮れの数日間のうち、その日だけは餅をついたり、購入を避けたりする風習がある一方で、29を、音韻から、吹く。 福と読み29日を迎える地域もある。1974年に小型の電動、自動餅つき機が普及し、一般家庭で古典的餅つき風景を見ることは少なくなったが、自治会や子供会の行事としては、今も人気があり、歳末の風物詩となっている。電動餅つき機は大量の餅を作る、精米店や餅菓子を販売する和菓子店、高齢化が進んだ農家等で、 人手が足りず、人力による月ができなくなってきた場合により、多く利用されている。木根と薄でつく機候の機械は商業化された場合に、多く、小型のものは蒸した米を、メーカー独自の特殊形状のヘラで練り、十数分でついた餅と同じ状態になる。ヘラで練る方式の機械で作った餅は、木根つき餅と比べて細かい気泡が多く含まれ、雑煮に入れた場合に柔らかくなりすぎる。 伸ばした時の表面の肌目の細かさなどといった食味の違いがあるが、一般には、キネとウスでつく餅を比較する機会が少ない理由から、同等の食味を持つものとして扱われている。なお、ウスの大きさは直径を尺貫法の寸で言う。餅は、中国、朝鮮、沖縄、東南アジアなどに多くの種類がある。古くは主に小麦を粉にして、 平たく固めてから加熱した粉色のことを指していたが、大麦、泡、わ、とうもろこしなど他の食材を用いた粉色のことをも含めるようになった。ここで言う餅は、主にもち米を粉にしてから湯を加えて寝る方法で作るものを指し、餅イコール付き餅とする日本では一般に団子と呼ばれる。歯豚え餅などの牛皮餅や、白玉や、ちまき、中国の、朱芋に縁画を、 韓国のトックなどが挙げられる。これらの穀物の粉から作った餅の味付けには甘みを効かせるものが主体であり、塩味も加減されることがある。中華料理由来の月餅や饅頭は小麦粉から作った餅が発達・改良されてきたものであり、麺類もその派生であるとも言われている。和菓子の中にもそば餅などと日本で一般的に饅頭と呼ぶものを 餅と呼んでいる例がある。通常、餅の原料には、餅米が用いられるが、うるち米などが用いられることもある。餅米にうるち米を混ぜてついた餅を、コも餅という。粘着力、付着力が高く、噛み切りにくい餅は、飲み込む力の低下した高齢者などにとって、極めて危険性が高い食物である。 餅を軌道に詰まらせることによる窒息死で毎年多数の死者を出していることが知られている。年間の詳しい死者数は不明であるが、厚生労働省の調査では2006年中に食品を原因とする窒息で救命救急センターなどに搬送された事例は把握できた計803件のうち餅は168件に上った。また、1996年1月の1ヶ月間、 だけで208人が死んでいるという説もある。内閣府の食品安全委員会による調査によれば、餅を1億人が口に入れたと仮定した場合に最大7.6人の頻度で窒息による死亡事故が発生するリスクがあるとされ、これは、バーストに以下の飴2.7人や、こんにゃくゼリー0.33人の死亡リスクを大きく上回る。餅は、摂氏50から60度では柔らかいが、 体温に近い40度になると硬くなって不着性も増加するため窒息の要因になると推察されている。ただし、日本においては伝統食である餅が窒息リスクのある危険な食べ物であることは常識として広く周知されていることから餅による窒息事故は消費者の自己責任であると捉えられており、流通を規制したりことさら危険性を啓蒙したりするような動きはなく、 こんにゃくゼリーに課せられているような警告文の表示義務もない。消費者庁もこんにゃくゼリーのように規制の動きを強めることはなく、注意喚起を促す PDF ファイルを配布する程度にとどまっている。正月三が日においては必ず持ちによる窒息を原因とした救急車の出動があると言われており、消防機関では注意を呼びかけている。そういった事故を減らすためには、 自分は大丈夫といった油断を避けて、餅は小さく少量に分け、口の中を十分に湿らせるようにし、かつおしゃべりしながら食べないことともされる。喉に詰まらせた餅を掃除機で吸い出すという方法も知られているが、喉や肺を痛める場合もあり安全な方法ではない。気薬、民間薬としては、餅を詰まらせた場合に、鳥のと砂の血を飲ませるという対処法がある。 なお、もち米に、普通の米、ウルチマヨゴ、後に配合することにより、粘土を下げた餅は各地にある、蒸気荒金餅を参照。採用手の企業としては、越後製菓株式会社、佐藤食品工業株式会社などがあり、他にも、中小企業、商店、家庭など、製造方法が単純なことから幅広い各所で、製造されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。